清原家平は、平安時代後期の欧州では清原氏の武将。父は、清原武貞、母は、安倍頼時の娘。清原誠公の異母帝、藤原清平と勝った京元、教皇の異父帝。清原氏の内紛である後三年の役において、はじめは異父系の清平と結んで、清原氏の総領である兄の公と争い、公の死後は、清平と争う。 家平の父武貞は、全9年の役が終わった後、安倍氏一門の有力豪族であった、藤原爪清の妻、床一の末いを、自らの妻とした。彼女は、安倍頼時の娘であり、爪清との間に生まれた清平がいた。清平は、武貞の養子となり、さらにその後、武貞とその女性の間に、清原氏と安倍氏の僧侶家の血を引いた家平が生まれた。 この事実から全9年の役が集結した1062年以降に、家平は生まれたと推測できる。家平は、清原氏の当主である魔皇が総領権を強化して、一族の家人化を進めたことに反発を抱いており、1083年、魔皇が一族の義彦秀武討伐のために、出馬国に出陣した際に、秀武の誘いにより魔皇の背後をつくために清平と、 共に拒兵した。だがそれを知った魔皇が軍を返して、家平、清平を討とうとしたため、一旦本拠に退いている。同年秋、新たな六つ守るとして、源の義家が下ってくると、魔皇は再び、秀武討伐に、出羽へ出陣した。家平と清平はその隙に、魔皇の館を襲撃したが、 魔光の妻子が応戦し、さらに吉家も救援に駆けつけたため、家平、清平は大敗を喫して、吉家に降伏した。だが、魔光が出会の後軍途中に、病で休止したため、家平は許されて、吉家の裁定で、魔光の丘陵である奥六軍を清平と共に、三軍ずつ、分割検証することになった。しかし、家平は、 この裁定に不満で、清平との対立を深めてしまい、1086年には、ついに清平の館を襲撃して、清平の妻子を殺害した。清平は吉家に救援を仰ぎ、自らの裁定に逆らった、家平の行為に怒った吉家は清平に味方して、家平を攻撃したが、沼作に立てこもった家平は、攻め寄せた、清平、吉家を打ち破った。 これを聞いて、一族の誉れとした叔父清原武平は家平に味方し、家平は武平の誘いで、より強固な金沢作に移った。1087年、金沢作に攻め寄せた、清平、義家はこれを攻めやぐんだが、清平に味方した、吉彦秀武の検索による、兵糧攻めで、作は陥落した。家平は所有していた名花工を射殺した後、 下人に変装し、逃亡を図り、近くの昼間沼に潜んでいるところを捕らえられて切られた。これにより、大に歯を唱えた清原氏は滅亡した。前9年の役集結後に生まれたことを考えると、去年は26以下と見積もれる。ありがとうございます。